じゃ45歳の元トラック運転手が語る若者へのメッセージ始めます。おう、みんなゴールデンウィークどうやった？わしはまあちょっとな、ゆっくり、まあまあ動画の更新もできてへんかったぐらいやから、まあゆっくりしとったわけや。まあ家でな、まあ掃除なんかもまあまあ一日で終わってもだからな、あと何しようかな思ってね、まあ毎日毎日ゴロ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 しとったわけなんやけどやな。ほんでやな、今日朝はなちょっと起きてな、テレビつけたんや。まあ朝のいわゆるあのワイドショーいうやつかな。ほなな、あのなんか、わしもちょっと初めて知ったんよ、なんかセレブ大学生いうのが出とってやな。名前何やったかやな、翔とか翔太か、なんかそんな名前やったな。まあほんでちょっとな、ググってみたわけや。ほな、なんや、そいつは、まあいわゆるあの、家族の家系いうの、まあ要するにあの貴族階級いうことか。まあほんで、おかんが、なんかアパレルの会社をやっとって、なんか親父は何やっとる人だから、まあちょっと覚えてへんねんけどやな、まあ、ほんでやな、そいつのあの持っとる車や、まあ大学生のなボンボンやから言うて、なんや、1800万のアウディを持っとると。まあそんなんをまあな、要はあのなんかインスタグラムからがインスタントラーメンか知らんけどやな、まあなんかそんなでえらい自慢しとるらしいんやけどやな。まあな、そういうボンボンやさかい、まあそういう車に乗れるんかなと思ったわけやけどやな。まあちょっと今日はな、まあその車に対抗して、まあわしの車をちょっと紹介しようか思っとるわけや。まあわしの車なんやけどな、あの15年落ちのミラーいう車や。みんな知ってるか、ミラーいう車な。まあ別にそれも、15年乗ってるわけやなくてな。要するに2年前や、あの13年落ちの時に買うたわけ。その時の走行距離が、まあ、ちなみに13万キロやな。ほんで今、まあ15万キロか。まあな、その、なな、あの1800万のアウディには、まあ速さは勝てんけどやな。まあただ、とこ言うたら、まああの、ちゃんと走ってちゃんと止まる。まあね、あと雨風しのげるというわけ。まあ本来な、車なんていうのはそういうもんなわけ。な。そんなもんね、わしみたいなこんなもう貧乏人のな、あのボロボロのアパート住んどるもんがやな。1800万の車持っとっても、まああの、なんちゅうやな、おかしいわけ。な。まあ、だからな、やっぱり身の丈に合った生活いうのか、まあ、それをな、しとるわけでやな。まあ別にわしはな、その1800万の車を、別にその大学生のボンボンが持っとるから言って、まあ別に妬んどるわけじゃないんやけどやな。まあただな、慣れるもんだらなってみたいかなとは思うな。まあ、ただな、テレビで、まあ、なんや、その、な、金持ちやとか、まあ、そういうセレブなとか、まあ、そんなん、まあ、やんのは構わへんけどやな、みんなはな、どんな気持ちで見とんじゃろうな。まあ、なれるもんならな、そういう、セレブっていうもんに、一度は呼ばれてみたいもんやけどやな。まあ、やな、こんな、資格もなきゃ、金もない、まあ、金がないからセレブじゃないのかな。まあ、資格もなきゃ学歴もない、まあほんでいたっていわゆるあのサラリーマンの家系に育っとるわけやからやな、まあ、そんなあのセレブなんかなれるわけないわけ。だからな、今日はもう胸くそ悪いからもうすぐチャンネル変えたってな、まあ、一通り見てからやけどやな、こんなことばっかりやっとって何がおもろいねんと思ったわけや。みんなどう思うやろよ、あんな見てね。まあまあそんなもんね、まあ、ぜひともちょっとコメントに聞かせてほしいかなと思うわけ。話やったけどやな。まあまたな、次回からまたな、いつも通りにちょっと、まあ運送関係のこと、まあ相対ちょっとついてな、話していこうかなと思うわ。
ほな、まあみんなもな、もうちょっと連休明けやけどな、まあ運転手やってる人はな、ちょっとな、感覚鈍っとるやろからな、まあ気ぃつけてな、まあ頑張ってくれや。